はい、アリー、ね、ナックのブースでアリーのですね、スタビライザーシステムをご紹介するんですが、ステディカムに並んで機械式のスタビライザーといえば、アリーのアルテミス、ザハトラの頃にですね、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、今アリーブランドの中でアルテミスとして、販売されてます。その中でも今回アルテミスの、アリーのトリニティですね、アルテミスのトリニティ今回ご紹介します。オーナーオペレーターの木村太郎さんです。よろしくお願いします。これシステム的に、今までの、機械式のものに電動ジンバルが組み合わされているという考えでいいんですか？そうですね、はい。まあ、マキシマという機材があるんですけど、まあ、それがステディカムの上に乗っかったようなイメージで考えていただければという感じです。今までの完全な機械式と比べて絵作りとしてはどういう自由度がある形なんでしょうかね？まあ、ローアングルからハイアングルまで、自由に絵作りをできるんですけれども、水平が常に維持されますので、まあ結構振り回しても全然ついてきますので、結構フレキシブルなワークになると思います。風に煽られたりした時はやっぱり強いですよね？そうですね、従来のステディカムに比べるとかなり強いと思います。特にトリニティでこの絵を撮ったのがすごく良かったっていうのはありますか、自分のオペレーションの中で？そうですね、子どもの、メダカというのが結構ノーマルのステディカムだと難しい領域になるんですけれども、まあ、そのあたりがすごく楽な姿勢でオペレートできますので、そこがすごく良かったですね。ローアングルにしてもハイアングルにしてもどっちでも微妙に取れないアングルにうまく対応できると。そうですね、はい。今実際にこのモニターにですね、絵が出てるんですが、はい、分かりますかね。こう連続的にですね、足元から成人男性のメダカまでブームアップできるっていう意味では、今までのねステディカムではできなかったワークですし、ブラシレスジンバルにですね上から釣るようなイージーリグで撮ったとしても非常に難しいアングルだったので、まあこのトリニティ独特のカメラワークが実現できるんではないかなと思います。ただ水平を保ってくれるから、下手なブレブレオペレーターでも使えるってわけではなさそうですね。やっぱり重さと絵作りと。そうですね、やっぱり通常のステディよりも体の負担は多少大きいので、ちょっと体から離すようなワークが少し多いんですよ。なのでちょっと負担は大きいんですけれども、慣れてくればまあそんなに問題じゃないかなという感じですね。なるほど、まあ、軽々やられているのはまあベテランな方ならではかななんて思ったんですが、でも非常に滑らかな動きで、まあ、面白いアングルも狙えるので。ちなみにこれはもう国内ではレンタルで どちらか入られてるんですかね？まだレンタルではないので、まあ、オーナーである僕と堂前さんが共同で持っている1台のみとなっております。じゃあ、まあ、この絵作りが必要な時は、お二方に発注をすれば機材と一緒に、まあ、現場入っていただけるということで。はい、そうですね、ぜひよろしくお願いします。